久しぶりの楽塾です、うん、生配信で、何回かやりましたけど、あまり生配信でやる意味もないなって感じがしたので、一応収録という形で、まあ、楽塾どころか最近 YouTube も全く、アップしなくなっちゃう、うん、ただ再生回数が伸びないから、くじけたのかとかそういうことではなく、何なんですかね。正直に言うとね、まあ、ツイッターご覧になってる方はお分かりでしょうけど、毎日、似顔絵を描いてアップしてるんですね。スマホのアプリを入れて、それで、タッチペンを一応買ったんだけど、ペンだとちょっとうまく描けない。もう今指で、最初の頃はうまく描けなかったんで、こうぐちゃぐちゃっていたずら書きだったんですけども、ランジャタイを描いた頃から少しこう似顔絵が、ペンで描くよりもこうタッチがね、うまく描けるようになってきて、それで、漫才師、特に若手の漫才師、あとコント、そういった人たちの1日、1組とこう決めて、もう40何日間か、休むことなく上げてるんですね。でそれは自分がとっても好きだから、昔からあのイラストみたいなのをね、あの描くのは好きで、色紙にこう絵を描いて、それで銀座の吉井画廊で、個展もやったことがあるんですよね、まあ下手馬みたいなもんなんですけど、で何が言いたいかっていうと、 YouTube がうまくいかなかったっていうのは、M1 についてね、それランジャタイとか、世の中2000だとか、ランジャタイ、M1 について語るといろんな人がこう見てくれるわけですよ、ね、だけども例えば自分の本を朗読するとか、映画の話をするとか、立川談志論、落語の話をするとか、そういうのはあまり再生回数が伸びないんですね、別に再生回数を増やすためにやってるってわけでもないんだけれども、でもやっぱりより多くの人に見てもらった方がやりがいはありますよね。落語会だって、10人しかお客が来ないのよりも、500人1000人来た方がやりがいがある、ということですよね、で、バッドラックっていう一人ワイドショー、一人コントみたいな、伝中一が出てきて、変なローバーが出てきてね、カッパ君が出てきてって一人ワイドショーもやったんだけど、それもほんの一部の人しか面白がらない。でいろんな人に相談すると、 YouTube っていうのはそうじゃないんだと。フワちゃんなんか私と一緒に志らくがトランポリンで弾んでりゃみんな見るよとかね、グッドラックのプロデューサーに相談したらは、稲毛屋芸人みたいなところが広尾であるから、スーパーのね、稲毛屋のお惣菜を全部買ってきて、それをこう食べて何かこうコメントを言うとか、そこから新しい料理を作るとか、そういうのをすると結構バズるんじゃないかとか、いろんなこと言われるんだけど、別に自分のやりたいことじゃないんですよね。やりたいことは何かというと、もちろん落語はそうですよ。まともに働くよりも大好きな落語を語って、それが生業となりゃいいなと、今から38年前そう思ったわけですから、で下町ダニーローズっていう劇団旗揚げして、でもともと役者になりたいっていうのが落語家になってしまったので、なってしまったって言い方おかしいけど、人生の選択で落語を選んだんで、でやりたい役者っていうのは、ダニーローズでそれを解消し、映画監督、映画も作りたかったから、5作作って、それは全部でテレビは、知名度アップ、知名度アップのためにテレビに出た。落語界の中では知名度あるけど、世間的に知名度がないと。でそれが師匠談志は面白くない、私をすごく、後継者のように可愛がってくれたんだけど、一番不服に思ってたのは、なぜ、もっと全国区にならないんだと。男子死んでから気がついたから、じゃあきっかけがあって、テレビに出ようと。ただバラエティなんかはね、最初のうちは非常に不快でした。
やりたくないなと、こんなことやりたいがために芸人になったわけじゃねえのとか思ったんだけど、そのだん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 ね楽しくなってきてね、プレバトなんかにしても、ダウンタウンの絡みにしてもね、いろんなバラエティー、まあクセスゴはどうなのか、あのバター侍1本目は良かったんだけど、この間おばばが出たらものすごい不評でしたね。滑り芸をあえてやって滑ったらば、みんなに怒られたっていう、あれ4本ぐらい撮ってるんですよ。それを立て続けバンバンバンってやるとね、その滑りまくりが面白くなるって計算だったんだけど、1本だけポンとやられちゃうと、まあまあそれはいいやまああのテレビはテレビで今楽しんでやってる部分はあります。で YouTube はね、昔から結構見てるんだけども、なんで YouTube を見てるかっていうとね、昔のあの、コントだとか漫才だとか人生航路の漫才とかね、大丸ラケットの漫才だとか、それから映画の懐かしいシーンだとかね、渥美清やフランキー堺映画のあこんなお宝映像がとか、で昭和歌謡曲が好きだから藤圭子の面影平野を聞いてみようとかね、あとジャズも好きだからベニー・グッドマンを探して聴くとかね、クラシックもそうですよね、ロシアのセカンドワルツを探して聴くとか、なんかそういったもののために YouTube ってのはすごく私にとっては便利だった。ただ世間の YouTube って違うでしょ、 YouTuber っていう人がいて、で何かいろんなことやってるわけだ、それが、バズるとかバズんないとか、ヒカキンもそうでしょ、コレコレさんだとかね、結構名前は知ってる、だから見たことないんですよ、それは興味がないから、また私が20代30代だったらもっといろんなものにこうね、手を出して、吸収しなくちゃいけないんだけど、もうこっち還暦だからね、何もそんな興味のないものまで手を出す必要はないなというね、 YouTube ってのはね誰のも見たことがない、何やってるかよく知らないんだということは YouTube 分かってないってことなんですよ、分かってないというところで、なんか自分のやりたいことをやると、世間の関心は志らく師匠は M1 の審査員だからそれについて語る、でまた変な、あのぶっ飛んだ芸が好きだから、どういうコメントをするだろうって、それが世間が注目を、してくれるんだけど、私がバッドラックやったってね、グッドラックが低視聴率だったのに、それをバッドラックでやったら、それは見ないわな、それは、一部マニアな人が見るってだけのことになっちゃうんですよ。だけど絵を描くそういう落書きみたいなものは大好きだから、志らく師匠一日一作品アップするのは大変ですね、別に大変でも何でもない、でも好きなことやってるわけだから、となってくると YouTube を好きにならないと YouTube はうまくいかないんだなと。それで今ね YouTube についてはずっと止まっちゃってるって、そういう状況では、だから今後ちょっと YouTube はどうするのかなって、落語をアップするっていうのも自分の中にあります。志らくの落語大全集っていう、あの足掛け17年かけてやる独演会、まあ音しか撮ってない回もあるんだけど、映像を撮ってる分もあるんで、そこで比較的出来のいいやつを、まあ後世に残すってほどのもんじゃないけれども、作品として、アップするっていうのを、考えています。それはそのうち実現するだろうけれども、落語はね、私死神にしても小別れにしても何十万回か回ってんだよね。あれは渡辺エンターテインメントのチャンネルの中で回してることなんで、 YouTube は何か気が向いた時にこんなことを話したいな、昼帯だとほんの一瞬しか、時間的にもコメントできないから。